谷町五交差点より南を望む谷町筋は大阪市内を南北に走る主要地方道の一つである。区間は天馬橋交差点近鉄前交差点間の約4 7トル全線大阪府道30号、大阪泉線南線の一部区間にあたり、地下には大阪メトロ谷町線が通っている。筋と並んで大阪市内における 南北交通の最重要路線の一つである。全線において上下線とも通行可能な幹線道路の中で、御堂筋東方部では最も都心部に近い街路である。谷町筋は上町大地のやや西側の高台を縦断しており、筋の西側の通りはやや勾配のきつい下り坂が多くなっている。特に国道25号線は大阪と呼ばれ、馬車場が音を上げたと伝わっている。 大阪市電の不設に伴い、明治末期には、現在の谷町六交差点以北及び、天王寺警察署西交差点以南が拡幅されたが、谷町六交差点天王寺警察署西交差点間は、近世依然とした3.3件幅のままだった。1958年に、谷町六交差点天王寺警察署西交差点間も拡幅され、1970年には、 全線40メートル幅に拡幅された。谷町4交差点以北は、東側が環状街となっており、大阪府庁や国の出先機関等が集中している。谷町6交差点谷町7交差点間は周囲に、大阪大空襲による消失を奇跡的に免れた、長屋などが多く残っている。谷町七交差点谷町九交差点間は、谷町筋八丁目寺町の寺院が、 六万体交差点付近は、天皇寺寺町の寺院が連なっており、その多少国魂神社、四天皇寺金傍にも寺院が多い。谷町筋付近に住んでいた力士の熱烈な支援者に、ちなんで、相撲の力士をひいにする人を意味する、谷町という言葉がある。安倍の春かすより見下ろした谷町筋地下を大阪メトロ谷町線が通る。 路線バスは谷町急交差点以南に大阪シティバスと近鉄バスが通る。ありがとうございます。